タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。あの一番やっぱり気になるのが、はい、えっとじゃあ日本でどれぐらいの雇用になりそうなんですか？はい、えっと一つのカジノでディーラーが三千人から四四千人必要って言われているんですね。うん、で、ミニマム低く見積もってもまあ一万人は絶対に必要となる。で、まあ正直カジノディーラーっていうのは開業します。 じゃあプレオープンだったりその開業する何ヶ月前に集めてトレーニングしちゃえばディーラーっていうのはえっとデビューできます開業に合わせてただそれを監督するスーパーバイザーとかピットマネージャーがもう日本人はほぼいない状態ですちなみに早めに覚えてですね、はい、で実際にカジノが誘致された時に、はい、いやタイムラグがあるわけじゃないですか、はい、その間の鍛えるのとか覚え,る覚えてたものがうわ忘れていってしまうとか、はい、そういうことって大丈夫なんですか、えっと、基本的には大丈夫です 一回身につければそうなんですね僕も言ってもあのもう後半の2年間はディーラーではなかったのでディーラーを監督してる立場だったんですけども、うん、多分今ここでルーレットやってって言ってかけてもらって普通に覚えてます、うんうん、なるほどディプロマは僕ら、えっと、出せるように環境を整えるんですけど、うんうん、フィリピンの、えー、テスダという教育庁みたいなところがあるんですね、はい、教育機関がそこの、えっと、ライセンスを取得しますあテスダが出すの テスラのライセンスを取得します我々。でそれによってもうフィリピン政府公認の教育、うん、かしかったねそ,うそれを出すことによってディプロマもそうですし、えっと、留学生のビザがつくんですね SSP っていう、えっと、マキシマム6か月間いられるんですけどもその6か月間のビザも取れるっていうことでもう語学留学っていうのをするのにはそれのテスラのライセンスが必要というふうなルールになっていて、まあ、フィリピンで。 もうそのライセンスはマスターです。一石二鳥ってことですね。そういうのが。そう,そうです。うで、もうフィリピン政府購入のディプロマも出せます。なるほど。なんか、学んだ後に実践でお金儲けしながら、ちゃんとこう。お仕事として、実績が積める場がいくつかあると強いですよね。これ。はいはい、僕らとしては、もう、あの、そういうのをつ作るというか、業務提携というか、まあ、業務提携まで言ったら、言い過ぎなんですけれども。 えっと、フィリピン法人の,、えっと、そのトップっていうのがフィリピン人しかなれないんですけれども、えっと、僕のボスシンガポールでボスだっった人がもうななることになっていますで彼は20年ぐらいとカジノ畑で働いているんですけども、まあ、彼の弟が、えっと、マニラのカジノホテルで働いていたりそういうコネクションもいくらでもいっぱいあるんですね僕らのチームで。なので、えっと、そういったところに卒業生をじゃあ働いてもらうっていうのは現実的かなと思っています。 で個人がカナダで行きたいとかヨーロッパ行きたいっていうんであれば、まあ、ワーホリでじゃい行きましょうでじゃあビザの取り方とか全部サポートしますよっていうのは我々の範囲内っていうふうに考えています感覚で答えてくれていいんですけど、はい、僕が例えば留学しました、はい、で3か月お覚えました、はい、次にカジノができました、はい、日本で雇ってもらえる確率はどれぐらいなんですか、はい、120%ですおお<ー> <laughs> <laughs> 120%です はいはい、あーそうなんですか保証しますす、はい、なぜでできるんですかそもそもなぜ IR を日本が作りたがっているのか雇用の問題があるのです、ね、雇用機会が生まれるんですねまず。でそれにあたって IR っていうのは多く人を人材を必要とする施設なんです、ね、も,もちろんご理解いただいていると思うんですけどもそういった上で日本人の方なんでもちろんビザ必要ないじゃないですか。でまあ 英語もちろんしゃべれた方がポジションというのは選べるんですけれどもただもうあの留学された手ですもんねう即戦力というか全く海外経験がない日本人とじゃあちょっとでも海外経験ある日本人だったら優先的には高いし多分おそらく7年後の日本も。 こっちっていうのは、そこまで誰でもっていう感じではないと思うんですよでも、今聞いてる話は、僕でも想像できる話なんですけど。はい、逆に、あの、それこそ、辰巳さんが、だけが分かっていることって、何かあるんですか。 僕僕だけが分かっていること、うん、要するでででも想像できるんですよそれは何年後かにニーズがあるだろうな当然雇用も生まれるだろうなただその時ってやっぱり外国人の方が優先的に最初はこうトップになるとかいう話もさっきされてたじゃないですか、はい、その中で雇用こう例えばなりたいよっていう人は結構いると思うんですよね。はい思い思ます、ね、その中で選ばれるのが120%って言い切れるなんか自分のなんかこうなんか違った知識があるんですかねノウハウが。純粋に席が多すぎる 席が多すぎるんでそこに対して正直カジノ IR ってカジノディーラーだけじゃないのでポジションが、うん、もちろん母数はカジノディーラー多いんですけども例えばマリーナ・ベイ・サンズを例に挙げると1万人直接雇用があるって言われてますマリーナ・ベイ・サンズ、うん、でそのうちのカジノオペレーションが4,000人ちょいっていうふうに言われてるんです40%、うん、で残りがホテルだったり、えっと、例えばその施設 えっと、先頭さんのほうで言えばユニバーサルスタジオシンガポールだったりもそうですし、うん、でカジノで言えばマーケティングっていう VIP を対応する仕事だったりメンバーシップを作る係だったりいろんな職業があるんですね。うん、なので、まあ、どのポジションを希望されるかによ,よるんですけども、うん、どまあ、例えばどこでもいいから何か仕事あるかって言われた時に竹野社長は120%選ばなければ。うん 分かりましたはい、はい、授業開始後1年間で返済とは支払いは学習塾業界の虎政党後継者株式会社エイバー代表林直弘年商100億日本初授業をしない塾武田塾の教場数は全国300校を突破フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求めるえっとお貸しするのが今でえっ、ー、と いいつぐらいになるるっっててことですかね帰ってくるのが一応仮のプランですと、えっと、事業開始事業スタートから返済っていう風に考えてるんですけれどもそこに関してはあくまで仮のプランで僕自身もあの事業会社を作って事業をしたことがないので、えっと、こういう風にしてほしいだったりそういうところは交渉っていう感じに考えてるんですけれども、うん、いかがでしょうか、うん いいつぐらいに開始される予定なんですか、えっと、理想としては来年の1月がスタートなんですけれども、まあ、遅くじ,ゃあじゃあ来年の1月にできたとして、はい、僕たちがお金を振り込むのはいつ振り込めれですか今、えっと、開業前ですね開業前1月だから、はい、でもう開業できそうですって言った瞬間に振り込んでいいっていうんだったら、まあ、それはすごい良い条件ですよね厳密に言うとあの、えー、社長たちから融資をいただいた、えー いただきましたとしたらえっとそのお金を使って事前のフィリピンでのそのテナントの探しだったりそのテスラとかの申請だったりそういう立ち上げにまつわるマーケティング費用っていうところに当てたいと考えています250万円の内訳ですねなので厳密に言うとそのフィリピンに行く段階がまあ、開業が1月だとしたらまあ10月ぐらいには行かないとなっていう計算になっているのでまあ、その段階 10月ぐらいでですね、はい、分かりましたがそうですこれ仮にですけど、はい、えとそのマーケティング費用として使って、はい、何らかの問題があって、はい、株式会社ピナイ,インターナショナル代表茂木哲也会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営事業拡大は止まらない 外国籍人材で未来を変える連続起業家のトラが志願者のマネジメントに切り込むこれビジネス厳しいぞと、はい、いうことになった場合ってどうするんですかそれはどうやってえっとぼ僕らの貯金だったり、えっと、正直これ以外にもちょ,ちょっとした事業もあるのでそこはちゃんとそこから、はい、なのでちゃんとそうなっても返せる金額っていうのを、えっと、設定してあります。 は百二十パは120%強気の数字を示す資源者の首元トラが狙う激しい攻防が続く終盤戦どう決着するのか物語はいよいよ最終局面僕の個人の思いとしてはこの250万を275万で返済したとしますという関係は 正直望んででないですで僕自身も、まあ、経営者っていうのは本当ゼ0年生でキャリアも何もないのでそこに対してはちゃんと勉強しながらやっていきたいのとやっぱそういう先輩方のアドバイスっていうのも絶対に必要だと思っているので正直自分がこういうねあの言える立場ではないのは重々承知しているんですけれどもそういう頼らせていただけるような関係っていうのが正直個人としては理想とな理想です。はい あのいつもの、えー、と恒例に従いましてですね今回全額自分で一人で出してもいいよという方がいらっしゃいましたらご表明いただきたいと思いますがいかがでしょうかいたしますはい、はい、えっ、ー、と茂木社長と林社長から、えー、出ましたので、えー、ルールで言うと全額一人出しっていうところが優先されますので一旦この段階で どちらかからは、もう出ることが決まりましたので、関こちらです。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、では、茂木さんと林さんで、ちょっとお話し合いをしていただけますか。はい。はい。ええ、もう、いや、もう、僕が全額、一人出します。選んでほしいです。たかないです。僕は。<laughs> <laughs> 茂木さん、どうですか。林社長の意思にお任せしたいなと思います。<laughs> あの、仲良く、どう、どうですか。はい、あの、どうでしょうか。 全く問題です。志願者さんが良ければ、今お話し合いの結果では茂木社長と林社長から125万ずつでお二人から、えー、同じように出すのはどうかという,ふうにあの言われてますけどいかがですか。えぜ、ー、ひともお二人からお願いします。はいわかりました、えー。じゃあですねえっ、ー、とせっかくですので他の方々にも、えー、感想を聞いていきましょう。じゃあ竹内さんからいかがですか。はいはいもう出すつもりだったんですけどはいもうどうせ出るじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> どうせ出るんでまあまあ他の今志願者にも関わってるのでねあのそこも忙しいですから、まあ、任せようかなっていう感じで今日は出しませんでしたけど、はい、誰も出なかったら出しました。ありがとうございます社長は 僕もちょっとあの出し方をちょっとあの勘違いしまして100万円ずつこう出していくのかなと思ったんですけどもそうですよね久しぶりだから、はい、ちょっと分かってないですよねあいい、まあ、でも、もうそういうルールなんで全然構わないんですけど、はい、あの本当に、ね、お久しぶりに出てきて,てワクワクするというふうにおっしゃっていただいたので、はいはい、す,すごく素晴らしいなと思ったんですよねやってることも挑戦することだし、はいはい、コロナに負けずに、ね、海外に出られてやっぱ僕も日本から海外に出て仕事してますけど本当日本でやるよりもすごく大変なんですよ。うん なんかそれをまあ戦時機ってやられてるんで、はい、なんかまあ応援したいなとなんかシンプルに思いましたね。はい。はい、であとなんかその僕はピラティスのブランドをアメリカから持ってきた日本とシンガポールでやるんですけど、はい、なんかそのピラティスかける語学留学みたいなものも別でやるんだったらなんかそれはまた違う形でもやりたいなと,っとい。はい。ぜひあの今回お出しにならなくてもつながってください。はい。はい、せっかくなんでね。うん、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と上社長にも聞きましょう、うん。はい。ちょっとお金は出しませんでしたけどもあのすごい。 あの本当にわくわくするようなあの素晴らしい方なのでぜひ頑張ってください応援してますありがとうございます、はいはい、じゃあ改めて茂木さん、えーとえー、全額一人出しを出そうと思ったお気持ちははいえっ、ー、と、まあ、ビジネスプランも夢がありますし、えー、と受け答えもすごくスムースで何な,ならあんまり穴がないのがちょっと気になってるぐらいかなと思っててうてですあのー、でも、まあ、フィリピン、はい、僕もフィリピンのビジネスやってて、まあ、そこのつながりもありますし なんか一緒にやってみたいなと思いましたんで頑張っていきましょう。ありがとうございます。ハイさんいかがですか。僕カジノ好きなんですよ。はいというわけで。はい。あと広い意味で塾だと思いますね。はい。お力になるかなと思いましてよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあえっとたつさんお二人からいただいてください。頑張っていきましょう。ありがとうございます。すごい夢あると思ったんで足りなかったらまたいくらでも出しますんでお願いします。よろしくお願いします。 日本の IR 業界を盛り上げるカジノ留学新たなビジネスに共感したモテキと林が札束を動かし見事完全オール達成ビジネス戦闘力の高さを武器に戦い抜いた志願者の熱意が虎の心を動かした未来を見据えたこのビジネス一体どんな花を咲かせるのか男の挑戦は 続報を待て